こんばんは。割り久しぶりの旅行。久々ですな。さっきさ、あそこ駅降りてさ、手荷物を預けたのね。でそれが600円よ。ああ、サイズ問わず200円今日はね、私のね、30歳の誕生日で泊まりにやってきましたの。そうです、そうです。で、今からは念願の牡蠣の食べ放題行きます。バスで、誕生日おめでとうございます。はい、どこですか。あ、バス停がこっちやから、こっち。あ、向こう。え、さっきこっちっていう看板でこっち来たけど。あ、こっちや。何やつ。イエーイ。もうお腹すいた。もう牡蠣食べ放題に命かけてるから今日。いや、だいぶ久々やな。日本一周以来やから。以来。あ、あれや、今日は丸源水産っていうところにしました。なぜかというとバス停が一番近かったから。そう。お腹すいた、マジで。食べ放題、これや。あ、こんにちは。食べ放題。あ、すごい、すごい。海の席。あ、うまいね。わあ、すごい。すごい。めっちゃいっぱい。うわー、すごい。ありがとうございます。やばいな、これ。で、これよ、これ。今日はマジ本気を出してきた。本気すぎるやろ。調味料でしょ。で、ちゃんと駅で買ってきましたよ。そう、持ち込みかやからね。ていうか、持ち込まんとって感じやからな。持ち込まんとやな。あと、鉄分手とお尻拭きとゴミ袋。バッチ完璧。もう早く食べよう。はい、食べましょう。はい、こうやって出る。え、あ、もう飲もうかなんかファミマで売ってたやつ。あ、ファミマ限定って書いてるやん。あ、そうなん。うん、じゃあ、お三人これのためにわざわざパスで来たんでね。いただきます。お誕生日おめでとう。ありがとう。ワイドビール、昼から飲む幸せもあるな。そうやな。まあ、最初はレモンでしょう。これだとこうやろ。え、でか。でかない。あ、すごいね。あ、でかいでかい。せーので食べましょう。でかい。みんな食べんで。いただきます。うまい。これはね、バシバシいくわ。いけんな。うぇー。あ、ありがとうございます。味噌汁と牡蠣ご飯。ありがとうございます。おー、ちゃんと牡蠣フライあるってしてたからな。うん、いいやん、牡蠣フライ。タルタル凍ってきて、もう準備万全。ほんま命かけてると思う。で、これ具沢山タルタル。うん、え、食べていいんですか。いいよ、いいよ、流れてどうぞ。いただきます。幸せ。こういうさ、食べ放題のスタイル初めてなの、私は。うん、そうやな。めっちゃ美味しくない。揚げたて、うまっ。え、牡蠣フライめっちゃうまいな。うん、めっちゃうまい。なんか牡蠣フライといえば牡蠣のなんか独特の苦味が結構あってってイメージあるけど、うん、これ全然ない。なんか、うわ、え、牡蠣フライうまっ。私、実は牡蠣フライ好きじゃないんですか。あ、もともとね、わかるよ、なんか家の牡蠣フライ出てきたらええんわかるやだもん。え、わかんねんけど。じゃあ、なんかいいねんけど、まあちょっと苦いしさ。牡蠣は好きなんやけどさ、ご飯に合うようで合わへんやんか。これ何倍やったっけ。3000円。90分3000円です。めっちゃいいやん。でも、ここ良くない。めっちゃいい。めっちゃいいな。椅子とテーブルもちゃんと、うん、だってあったかいし。店員さんめっちゃ親切だった。店員さん優しい、めっちゃ。なんだ。いや、なんか店員さんワイラのことを喋ってた気ぃした。いや、分からんけど、あそこ動画撮ってはんねんみたいな。YouTuber ですかねとかって言われたりして。アクターごっこですか。アクターごっこですかねとか。ちなみに今日持ってきた味変が柚子胡椒でしょ。ニンニクキサキサパーティー。何やねそれ。もみじおろし、
これがポン酢でさっきから使ってるレモンタルタルと醤油で、なんか蒸し煮のオリーブオイル垂らして美味しいっていう口コミあったからオリーブオイルも好きなのと、タバスコ、あとはこれはね、あの塚原夫人からいただいた一味、これめっちゃ美味しい。あの味変紹介してもらった間はかきご飯めっちゃ食べててんけどさ、美味しい。え、蒸し煮オリーブオイル、うん、なんか口コミに書いててそれ美味しいですよって。これ開けられへん、あ、これいいや。開けられへんやつ戻したらそれまた誰か取るから、それ大君しかおらん自分でもう一回取るっていう可能性もある。オリーブオイルいきます。オリーブオイルだけ。でも元々塩味みたいな、塩、ん？海の塩みたいな。どう？アヒージョみたいになる。美味しい。あ、でもそうか、アヒージョあるもんな、牡蠣のね。それっぽいね。これマジで牡蠣永遠に食べれる。いいよ、永遠で。食べ放題よ。店に降参ですって言わせて。ねえ、どうしよう、タバスコでもかけようかな。あ、うまい。でっか。でか。朝青龍入ってた古い今モンゴルでサッカーしてる。え、サッカーしてるの？いや知らん。え、ほんまにサッカーしてるの？モンゴルでサッカーしてたマジです。マジか、そうなんや。え、サッカー選手なん？違う、力士です。力士やんな。お相撲さんです。いや、なんかあの休んでた時かなんかにモンゴルでサッカーしてる映像が流出して、批判される。え、なんでなん、いいやん別に。好きなことさせてもらって。これ、ゆずこしょう。あ、ゆずこしょうめっちゃうまい。うまい。いい。え、何個食べたの、数に忘れてた。まあでもそうやな、もう何個ってもう分からんな。そうやな、1個100円、200円やとしたら、そう元取れてへんやんけって。ちょっとこれ戻したやつ、これちゃん。絶対それ。これやんか。これ開けられへん。わー、それむずいよな、そいつ。いや、むずいわ、これなんか開けられへん。かたくなに死して死してなお食べられないみたいないや、意志を感じるこれは、あ、隙を見つけた。さすが、うん、やはり完璧なね、守備というのはないですよ。腹何分目？2、1、じゃあゼロはおかしいやろ。ゼロなわけないやろ、さすがに。何分目？まあ3とか。え、結構上がってるやん。結構上がってる人、1っておかしない？だって今の10倍食べれるってことやろ。いけるよ。いける？全然いける。はい、蒸し終了。まあ、終了っていうか、あのくださいって僕を言ったらもういくらでも食んねんけどまあ次焼きやな。うん、おお、すごい、すげー量、大量焼き、なんかまだ匂いが違うね。またこれすごい、何個なんこれ。ちなみにビールは、え、何本？もうなんだ、もう2本目いきや。2本目はね、これ新郎ビアっていう、なんかこれもファミマに置いてある。多分ここなんちゃうかな。これめっちゃうまい。香り、さっきのホワイトエールよりバリー。あー、うまいね。コクっていうか、香りとキレって感じ。うまい。焼き。焼き。うわ、うまそう。あ、うん。うまい。そうやな。あ、こっちの方が好きかも。蒸しの方がプリプリしてるんかな。あ、そうそう。そやんな。うん。まあ、プリプリが好きな人は蒸しなんやけど、焼きは何が違うんやろ。あったかい。あったかいって、今取ってきたからちゃう。あ、マックスメーターが急に0から4まで。それだから0ちゃうって。ニンニクってこれどうやって使うの？一応ポン酢とニンニク。まくさニンニクくっさ。水は普段より臭なってる気する。うわ、これからもうちょっと水族館とか行くの大丈夫かな。うわ、くっさ。おいしい？そんな？いや、まあでもこれはこれでじゃない？ね、めっちゃうまいやん。ニンニク？うん。なんか隣の人がライブしてはって、まあ、それにも思い切り映ってもらった。ずっとライブ配信してた、なんかのY 何回かもチラチラ入って、あの1回カメラ目線してるからな
あれライブしてんじゃんと思ってブスッって私も最初カメラ目線したあライブしてると思ってお帰り。ああ熱々やほら、まあ一応半分ぐらいにして。あそうなんや、うん、まだライブ配信してはるわ店の前で。あマジ、うん、店の前のワンちゃんのところでなんか喋ってはる。んあ映ってんじゃんあれちょっと映ったかもしれないちょっと映った可能性ある。うん、焼き持ってこようか。え半分もういっぱい。ありがとう。うわすげえ量きた。いやーすごいね。うわでっか朝青龍小錦現役の 力士で言ってほしいな。あやばいやばいやばい、お腹いっぱいメーター急に8まで来たよ。え急すぎんそれ。ご飯は？えご飯いい。いらんのかいな。からはい最後の焼きが終わりました。いいですね。お腹。もうめっちゃパンパンやんいきなり。どこだってる。ジャイアントユミハンはまだいけるんじゃ。ザイアンとユミハン殻ごといくんじゃん。もう向いてる時間がもったいない。無駄。ね、何個食べたこれ。現時点2人でまあ5、60ぐらいは行ったんかな。1人行ったかな。ちょっと言い過ぎ、まあ、40は食べたんじゃん。3、40は確実。まだ多分もう1回行くで。いやでもこうやって休憩しようかって休憩してる間にもう満腹になってくる。じゃあ行ってきて。なんか寒くなってきた。場所変わるか。あったかい。あったかい。どうするの。虫虫虫ハーフとかにする。うんありがたい。マジでありがとう。ラストこれで半分。半分すげー。食べ放題の鉄則は残さないやから。いやそらそう。トップトバ湾に沈められる。アゴワンに沈められるから。真珠なる。真珠なる。アマさんのショーで取られる。食べ。え、どういうの食べへんの。いや食べる食べる。そやんの、うん、食べ。さすがに全部食べるつもりではないで。食べ。どうしようかな。最後はレモンですか。いやまだあるからいっぱい。食べてやこれ食べて。え、食べへんの。いや、食べる食べる。いや、でもこの最後の虫がきターンであーお腹いっぱいやなっていうレベルに到達すると思うわ。あ、まだそうじゃないの。いや、今なんか腹8分目ぐらい。マジでもう私食べにいいぐらいなんですよ。じゃ、10人なん超えてるやん。これ赤いやつや。もう、戻さんといてや。いや、しかもさ、諦めんの早ない。開けれたら100万円全然ここいけるやん。そう、じゃあこれは？これは無理やろ。ちっちゃちっちゃすぎるやろこれ。常になんかここが開くっていうのもなんかえねこれってさ、ありがとう。今日一の赤ちゃん。今日一の赤ちゃんって。だからもうお腹いっぱいって言うからもう縮こまってるんちゃう。開いたで。はい、もう降参。え、降参いいの。あんな食べたい食べたい吐くまで食べたい言ってたのに。もう一歩手前まで来てるからもう無理。もう食べ終わった人黙っててくれる。横からなんかチャチャ入れてほんまもう黙ってレモンサワー飲んどいて。じゃあ戻っちゃう。じゃあもう見えへん。見えへんな。ウェットティッシュいっぱい持ってきておいてよかったわ。いや、ウェットティッシュ、そうやな。まだいっぱいあります。ちょっと、なんで調味料も吹かれてんのよ。ポン酢は使うなってこと。いや、使ってもらっていい。使っていいのな。ほんまに己が食べ終わったからってもう片付けして始めて、ほんまに。なんで調味料減ってんのよ、選択肢が。最後何か。最後何。何でも唐辛子しか残ってへんやん。じゃあタバスコかけて。終了でいけるっちゃいけるからな。え、マジで一滴。まあ、でもさ、いけると行きたいはちゃう。確かに。
え、ワイ袋で幅マヨネーズとレモン汁とポン酢を混ぜて蒸し上がってやってほしい。あもう終わっちゃって、もう90分来てもらった2、3個食べてる。いや、食べよう、食べよう。え、食べようか。じゃあ、2、3個いただいていいですか。ポン酢、七味、レモンですよね。そうそうそう。あ、美味しそう、うん、あ、美味しそうやね、確かに。へぇ、あれ、赤ちゃん食べなんて、食べないか、食べない、赤ちゃん、これ食べない方がいいやつです。え、さっき食べた。いいよ、食べてみるよ。食べてみるよ、そんなでかいの食べた方がいい。はい、じゃあこれをつけて。うまい。ありがとうございます。このね、最後の4つ、5つでもうワイも10理想。一回こう、封終わったっていう気分になってからのおすすめソース聞いてこのなんかオンオフの切り替えでもういった。あー、ごちそうさまです。食べました。いやー、よう食べたわ。大根に撫でてもらおうとしてもめっちゃ端っこ寄ってんで。かわいいね。あー、なんか気持ちよさそう。うん、かわいいね。いや、よかったよかった。ごちそうさまでした。いや、めっちゃよかった。あのね、店員さんすごい親切やった、みんな。いや、ほんまにね、店員さんよかったし、しかも牡蠣もめっちゃ美味しかったし、安いし、牡蠣フライも熱々やったし。まあ、ほな、そういう感じで次はお宿に向かっていきたいと思います。はい、伊勢旅行は続きます。ほなの、バイバイ。